こんにちは、バロントです。今回は、これから始まる LTM、オペレーションスノーダウンのクエスト内容と報酬をご紹介します。リークを見たくない人はここから先はご注意ください。さてこのイベントのクエスト全部で18個になります。報酬も18個なので、クエストごとに報酬がもらえそうです。そしてスノーイーフロッパーについても話しますので、気になる方は最後までご覧ください。あ、お知らせします。最近クリエイターサポート始まりました。バロント G よろしくお願いします。大前提として今年のウィンターフェストはこれから紹介するオペレーションスノーダウンのようです。クリアして無料アイテムをアンロックしていくわけですね。それではクエストと報酬を紹介していきます。5つ目は複数のスノーマン堂のアウトポストを訪れる。アウトポストとは場所を指しているようです。5つのアウトポストがすでにリークされているのでイベントが始まったら複数訪れるとクリアと思います。報酬はロードスクリーンです。2つ目はレバーアクションライフルでダメージを与える。これは追加された武器を使えばクリアできますね。報酬はエモートアイコンです。3つ目は複数のホリデーツリーでダンスする。イベント中にホリデーツリーがあると思うのでエモートしたら OK でしょう。過去のホリデーツリーはこんなでしたね。報酬はスプレーです。4つ目はスノーマン堂のアウトポストで宝箱を開ける。これは訪れたアウトポストで宝箱を開けたら OK ですね。報酬はバックアクセサリーです。5つ目はフレンドと組んだスクワットでトップ10に入る。フレンドとスクワットでトップ10を目指したらクリアしますね。報酬はラップです。6つ目はナットクラッカーの彫像を破壊する。すでにナットクラッカーの彫像は街にありますね。これを5個壊せばクリアできそうです。報酬はバックアクセサリーです。7つ目は X フォーストームウィングで 5000m 移動する。さてここで飛行機が出てきましたね。 X フォーストームウィングは飛行機のようです。 5000m 移動すればクリアです。報酬はエモートアイコンです。8つ目は X フォーストームウィングで敵の建築物を撃ち落とす。次も飛行機のクエストです。内容からすると飛行機でミサイル発射できそうですね。建築物に撃ち込めばクリアできそうです。報酬はグライダーです。9つ目はインゴットを収集する。これは普通にインゴットを収集すればクリアできそうです。
報酬派妹アイコンです。10個目はスノーイーフロッパーを釣る。ここでスノーイーフロッパーが登場です。どこでどうやって釣れるのかまだ把握してません。スノーイーフロッパーのゲームプレイを少しどうぞ。報酬派ツルハシです。11個目は複数のマッチでプレイヤーを復活させる。これはプレイ中にチームメイトを起こせばいいですね。報酬派ロードスクリーンです。12個目は複数のマッチでスニーキースノーマンドーの中に隠れる。スニーキースノーマンドー派雪だるまさんですね。去年もあったけど、この中に隠れたらクリアですね。報酬派スプレイです。13個目はフレンドとデュオ、スクワットを組んでプレイする。これはそのまま、プレイすればいいですね。報酬派ツルハシです。14個目は焚き火を起こす。これはチャレンジ内容と同じですね。報酬派ラップです。15個目派スノーマンドーのアウトポストでダメージを与える。これ派訪れたアウトポストでダメージを与えたらクリアできそうです。報酬派妹アイコンです。16個目はチラーランチャーを使用して敵に足が凍える効果を与える。多分スノーマンドーから獲得できる武器だと思います。ダメージを与えないけど敵の足を凍らせます。この報酬派分かっていないです。またお知らせします。残り2つオペレーションスノーダウンのクエストをクリアする。他のクエストをクリアしていけば自然とクリアですね。報酬派両方ともスキンです。このチャンネルでは最新情報やリークを発信しますので、興味がある人はチャンネル登録よろしくお願いします。あと報酬だけではなくて各クエストをクリアすると、1万または2万の XP をもらえそうです。たくさん XP もらえますので、ぜひ全部クリアしましょう。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。